こんにちは、矢田部コーチです。今日は片足バランストレーニング5種類を紹介していきたいと思います。サッカーは片足立ちのスポーツと言われています。キック、ドリブル、ジャンプの着地などを片足に、キックですね。キック。またドリブルで運ぶときとかも片足になりますね。あとはジャンプして片足で着地する。ジャンプヘッドをして片足で着地しても次の動作に入ったりなど、サッカーでは片足立ちになる、機会がすごく多いからです。なので片足立ちでのバランスがすごく大切になってきます。それを今日5種類にまとめて、トレーニングしていきたいなというふうに思っています。それではやってみたいと思います。一つ目です。一つ目は、少し見づらいので、このような感じで。一番最初は、一番自分が身長が高い状態を作ります。手を上げて、手は耳の後ろぐらいに来るようにすると背筋が伸びます。骨盤が立っている状態を作って、気をつけをします。そこからスタートします。そこから片足を軽く上げて、右足を上げたら左手を少し前に置き、足を後ろに持っていきます。それをしたら戻します。2、3、4、5、6。足を伸ばしたら少しキープしましょう。目線は少し前を見ながらキープしましょう。7、8、9、10ですね。そしたら反対側もやっていきましょう。1、2、3。この時に背筋が丸くならないように気をつけながら、3、4、5、6、7、8、9。おっと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 。10。これが1種類目のトレーニングになります。2つ目のトレーニングは、また背筋が一番高い状態を作ります。そしたら足は少し肩幅ぐらいに広げて、右足を軽く上げます。この右足をまた後ろに振っていくんですが、この時に左手で左足の小指を触ります。上半身が T の字になるように触ります。で、戻ります。この時は足つけません。戻った時は足つけません。2、3、5と戻します。はい。じゃあ今度逆も伸びた状態を作って肩幅ぐらいに広げて、2、3、4、5、6、7、8、9、
10。はい、どうですか。次に3つ目。3つ目は単純に横に飛んで、これも左右10回、右左5回ずつやっていくことになります。この練習でもしっかりと背筋を伸ばして骨盤を立てた状態を作ってから飛んでいく。目線は少し前を意識してやれ目線はもう少し前を意識して、着地した後のキープ、着地してからすぐ飛ぶのではなく、着地した後しっかり体を止めてから というふうに体のバランスを整えていくといいと思います。この後の2種類というのは、実際のサッカーで使うようなスイングの練習になります。最初はキックの練習と同じで、前に手と足の同調動作になります。このキックの時にもしっかり手を上げて胸を張った状態、骨盤が少しこう前に出るというとあれなんですが、少し、まあ、実際には骨盤が一番前に出るわけではないんですが、そういうイメージを持ちながらしっかり背中を反らせて、こう腕を上げた時には肩甲骨がぐっとくっつけるような、この上半身の動作ができるようにしながら、そうするとここの背筋のところがギュッと収縮されて足も引き上げられます。そこから手と足を動かすことでキックの強さが増してくると思います。そのスイングを心がけながら、この蹴る一番前の動作でしっかり止まれるかどうか、ゆっくりもやりながら、だんだん早く早くやっていくといいと思います。今度反対側も1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次にですね、これもスイングなんですが、今度は足を横から見ると、こういうふうに ですね、サッカーでは正面を見ながら横にパスを出すということが非常に多いです。それはなぜかというと、実際にパスをするときに自分の出したい方向に目線も体もおへそも全部向けてしまうと、相手は向こうにパスを出すんだなっていうのが分かってしまいます。なのでできるだけ相手を自分の前に置いておいた状態にしてパスを出せると、もらった方の仲間は自分のディフェンダーのプレッシャーを受けずに、自分の近くにいる相手を意識してプレーすることができるようになります。こういうキックができるようになるとすごく仲間も助かりますし、自分も相手を意識してプレーすることができます。なのでこういう体の上半身は前を向いていますが、下半身は蹴りたい方向を向いていると、このねじりの動作ができるように、よいしょと横に振る、横から見るとこれも片足でしっかり立てるように、これを10回ずつ
右左10回ずつやっていくといいと思います。一応これで5種類のトレーニングは紹介しました。でこれをやってもなかなか、バランス取れないよっていう人もいると思うので、片足立ちになった時にちょっとどんなことを意識した方がいいのかっていうところを紹介していきたいと思います。片足立ちになった時に足のかかとの方に体重を乗せてしまうと骨盤が少し前に出た状態になり、バランスは非常に悪い状態になってしまいます。なので少しこう軽く前のこの足でいうこの親指の母指球と、あと小指の方のここにこう2点支点があると思って、そこに体重を少しかけていくといいと思います。でその2点だとやっぱ支えられないので、大事になってくるのが足の指になります。足の指でしっかりと地面を掴むようなイメージを持ちながら、足のどの指に今バランスを取ってもらっているのかっていうのをちょっと肌感覚で感じながらやっていけるといいと思います。ちょっと小指の方に支点がかかってしまっていると、小指とか薬指でにちょっと力が入っている、母指球にちょっと力が入っているような状態になると、まあ、親指でちょっと地面を強く触っているような感覚があるんじゃないでしょうか。そういうふうに足の指の感覚も確かめながらやっていけるといいと思います。でちょっと足の指がうまく動かせないなっていう人はこんなトレーニングを、おすすめします。これティッシュです。ティッシュ本当はあんまり良くないんですが、ティッシュを置いて、ティッシュを地面に置きます。ティッシュを地面に置いたら少し離れたところから足の指でグッと掴みます。それを持ってきます。それを何回か何セットかやってみると、足の指をグッと掴む、すごく地味な絵で申し訳ないんですが、こんな風にティッシュを使って足の指を動かす、意識的に足の指を動かして足の指の感覚を高めるというトレーニングも、あります。今日は片足立ちトレーニングの5種類のトレーニング、それプラス足の指先を動かす、ティッシュ拾いの、練習、地味ですが、そういう部分を紹介していきました。サッカーで必要な片足立ちのバランス、片足立ちのバランスアップをしてプレーが滞りなく自分の思ったようにプレーができると嬉しいと思います。お家の中でも練習ができます。まだまだ梅雨明けが遠いので、雨が降っていて練習が中止になってしまったり、お家の中で過ごす機会があるかもしれません。その時にこういう体の、部分に向き合ってみるというのはすごく効果的だと思います。もしお父さんお母さんが一緒にトレーニングできるのであれば、向かい合ってお互いのフォーム、お互いのやっている体勢バランスなどをチェックしながらやってみると面白いと思います。それでは楽しんで練習してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信をしていきますので、チャンネル登録、高評価ボタンで応援していただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。